私両方義眼なので徐々に見えなくなる病気で、いやでも自分たちでできることは自分たちでやりたいと思うわけですよ。言ってるんですけど、それるとクラクションみたいな顔。一人で走れたみたいな、これを孫たちに見せたいななんて。つないで走れたっていうのはすごく良かったと思います。テクノロジー使ってもう思う存分スピードも自分でコントロールしながら走れたんで、独立して走ることができるって私たち結構悲願だと思うので、両手を振って気持ちよく走れたので本当にいい経験をさせていただきました。一人でね、うん、走れるというね、その喜びを感じた一日でした。こういう技術がねどんどん発展して、街中を歩く時とかそういうことにも多分この技術は利用していけるのかなと思いました。